PSP のですね、スカイプの、使い方なんですけども、これ PSP の2000のバージョンになるとですね、スカイプが、実装されています。これを押すと、まずは、無線につながりに行きます。ちょっと30秒しか、枠がないので、ちょっと時間はかかりますけれども、家の、アクセスポイントに、つながりに行きまして、スカイプが起動します。